去年9月、浜松市天竜区で起きた土砂の崩落問題について、行政側の対応が適切だったかどうかを検証する会合が開かれ、職員の事前の対応に落ち度はなかったと結論付けられました。天竜区緑境内です。半年以上経ちましたが、現在も復旧作業が続いています。去年9月、浜松市天竜区緑境内では、台風の影響で盛り土が崩落し、住宅3棟が倒壊、3人がけがをしました。この問題について、行政の対応が適正だったかどうかを第三者が検証するための会合が浜松市役所で今日開かれました。これまでの会合で、現場への土砂搬入や他人の敷地への土砂流出について、さらに市に通報があった際の職員の対応について議論が重ねられてきましたが、県の条例などに照らし合わせた結果、職員の対応に法的な落ち度はないと結論付けられました。この会合で重ねられた議論については、結果を報告書にまとめ、市に提出されます。